さあ、自信持って堂々と引っ張るお客さんに見せてください。いいですね。はい、背中伸ばしてスイッと頑張る。ちょっと待って、はい、襟今シーズン進化を見せる小塚崇彦の登場です。お父さんの嗣彦さんは元全日本チャンピオンですが、どうしても勝てなかったライバルがいました。それが佐藤信夫コーチ。今の小塚にとってライバルは高橋大輔。その壁を破る大きなチャンスを迎えています。ソウルマンメドレー。最初はコンビネーション、トリプルルッツ、トリプルトーループ、綺麗に決まりましたね。トリプルアクセルは決まりました。安定感があります。トリプルフリップ。3つのジャンプは完璧。ステップをこなしていきます。ステップを踏んでもスピードが落ちないです。緩急もつけて、この後毎回アドリブで自分の癖が入ります。圧倒的な安定感です。素晴らしいショートでした。厳しい佐藤信夫コーチが思わず大きな拍手を送っていました。今シーズンこれが小塚が手に入れた世界チャンピオンも狙える力。すべてのエレメンツが完璧でしたね。流れ、スピンの回転もそうですけど、落ち着いてましたし、自信を持ってましたね。はい、当然観客は荒川さん、はい、スターディングオベーションで迎えましたけれども、いやもう本当にマイナスをつけるようなポイントが一つもなくて、本当に素晴らしい、今日はいいショートプログラムでしたね。で今シーズンジャンプにミスが本当になく、いつも素晴らしいショートプログラムなんですけれども、はい、それに加えて今日は音楽にも本当ぴったりあって、間の取り方が良かったためか、はい、演技全体からゆとりも感じられましたので、こういった部分では演技構成点にも大きく反映されるんじゃないかなというふうに思います、はい、去年のオリンピックの、まあ、収穫と、それから世界選手権の悔しさを経て、本田さん、はい、そのジャンプが安定したというのは、まあ、どのあたりから見て取れますかね。そうですね、練習の感じも見て
思ったんですが、全体的に筋力アップしてるんですよね、はい、上半身あの体幹もそうなんですが、少しバランスを崩したところでも自分の力で持ってこれる、はい、バランス軸がぶれたとしてもそれでも降りれるという感覚を身につけてますよね、はい、そして最後は佐藤信夫コーチもこの表情でフィニッシュです。ガッツポーズの小塚貴彦。あの佐藤信夫コーチが今シーズンはまだ一度も叱ったことがないそうです。簡単に言えば小塚は大人になりました。本当に自分でやるべきことをやっているんですと佐藤信夫コーチは話します。本人ももう自信を持って、それから課題と言われていた表現力ですが、その部分でも大きく力を伸ばしました。さあ得点を待ちますが、今シーズンは 77.90 というのが国際大会の自己ベスト。ただどうでしょうか、おそらくこの得点は超えてくるんじゃないでしょうか。そのぐらいの出来のショートプログラムでした。今シーズングランプリシリーズ2連勝世界チャンピオンも狙える、そんな力を手に入れた小塚貴彦。さあ果たしてどのぐらいの得点が出るか。さあ得点です。なんと技術点 47.06、 そして構成点 40.85、 合計は87.91。 圧倒的な得点でもちろんトップに立ちました。スピンとステップ全てレベル4を取ってます。圧巻の演技です。素晴らしい演技を見せてくれました小塚貴彦選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今の率直なお気持ちをお聞かせください。そうですね、あの今日は本当によく滑っていて、自分自身でもなんかすごく気持ちよく滑れたので、あのちょっと点数には本当にびっくりしてるんですけども、あの、まあ、とりあえず初日しっかりと練習してきたことをしっかりと出せたのは良かったなというふうに思います。滑り終えた後ガッツポーズも見られました。どんなお気持ちでしたか。やっぱりあの、まあ、全日本選手権というあの特別な、何か特別な緊張感のある試合で、あのこれだけあの本当に練習通りにしっかりと滑れたっていうのはすごく嬉しかったので、あの本当に自然とガッツポーズが出てきました。スピン、ステップ全てレベル4だったそうです。ステップもですか。あ、本当ですか。もううん、本当に点数に関しては本当に今日はびっくりして、なんであんなに点数出たのかなって思ったんですけども、あの、まあ、ステップ、スピン全てちゃんとレベル4きっちりと取れたというのはすごく嬉しいなというふうに思います。全日本初制覇に向けて明日のフリー、何を一番アピールしていきたいですか。そうですね、やっぱりあの今シーズンあのフリーはあの本当僕自身好きで気に入っていて、あの世界中の人に見てもらいたいなっていうふうに思うようなプログラムなんで、そのプログラムの良さをあのしっかりと明日出せれば、あの、まあ、点数はジャッジがつけることなので、とにかく自分のことに集中して思い切ってやりたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。